い、2日目は東京ディズニーランドの方からお送りします。イエー、眠たい、眠たいか、眠いんだか。スモールワールドから行く。なお、大人の方は小さなお子様モンスターから目を離さないでください。 Attention all visitors, once you have boarded your craft, Monsters Incorporated asks that you remain seated with your hands, arms, feet, legs, tentacles。 多分ここ美女と野獣のお城なんでしょうね。すごい、来年オープンということでね。この辺りもね、だいぶ変わると思いますけども、もうだいぶできてるのかな。ちょうど音楽が美女と野獣が流れてるよね。すごい、トゥーンタウンのこっち側って感じかなね。ここからもよく見えるかな。変わりますよね。はい、今からハニーハント行こうかなね。ツリーハウス行くよ。景色がいいね、ここ。ここから見るシンデレラ城がいいんだよね。ここから見るシンデレラ城、ツリーハウスの上ですね。はい。ウエスタンリバー鉄道発車します。皆さん、ウエスタンリバー鉄道にようこそ。これから皆さんを神秘的な熱帯のジャングル、そして開拓時代のアメリカ西部を巡る素晴らしい旅にご案内します。青野武さんの安全のため旅、皆さん、この辺で一番大きな金鉱、ビッグサンダーマウンテンに近づいてきました。ここでは金が見つかってから、なぜか奇妙な事故が次々と起こるようになってね。今ではよっぽど勇気のある開拓者しかこの山に入ろうとしません。それからあれです、恐竜の骨が見えますよね。あの骨はまだこの山がゴールドラッシュでにぎわっていた頃、鉱山鉄道の建設中に偶然出てきたものなんです。実はこの山の周りでは他にもいろいろな種類の恐竜の骨が見つかっているんです。つまり人類の祖先が誕生するよりずっと昔、この辺りは巨大な恐竜たちが支配する世界だったんです。
ハロウィンのキーチェーンなんですが、500円のガチャですね。それ服着せないかんやつやん。これはこれはあれやな、デイジーのお人形なの。これ前買ったよ。これ見てこれ、うん、買いました。欲しい、欲しいの。こっちのがアリスが僕がいいかな。アリスいいね、おしゃれやな。こっちがいいの。あ、コトちゃん好きそうだねこれね。コトちゃんっぽいの感じやね。あ、そうか。あとさ、うん、スリさ、髪の毛くしゃくしゃにしちゃないかな。あ、ね、こっちの方がさ、長いから、うん、だからこっちがコトちゃんっぽいのか、ピンクだし短いじゃん、うん、あ、そうか。なんか一緒にいる人が隣の人が知らない情報だとか言われてて、直ちに発進せ、無限の彼方、さあ行くぞ。ね、ディズニーシー、ディズニーランドね、ディズニーランドホテル行ってきましたけども、ちょっとコトちゃんもくたびれちゃったね。はい、じゃあみんなバイバイする。バイバイ、バイバイ。もうフラフラだね。はい、じゃあね、はい。もう帰りね、車の中で、このお化けの、うん、マシュマロと、あとバケーションパッケージもらったポップコーンと、スペースクランチクレーンか、スペースクレーンのクランチであられを食べていきたいと思いますね。はい。